呪術廻戦の最新話見て、でね、みんなこれ何かわかる？これね、ミキプルーンの苗木ではなく、耳パッドがなくなったイヤホンね。いつの間にかどっかで取れちゃったみたいで、気づいたらなくなってたんだよね。前にも一回なくしたことがあって、その時に買った予備が押し入れにあった気がするんだけど、イエーイ、発見しました。これこれ、100均で買ったやつ。じゃあ早速つけていきます。こういう細かい手作業苦手なんだよな。はい、なんとかつけれました。これで明日からもバッチリ音楽聴けるわ。音楽は通勤時の必需品だからね。そして寝る前に11月の生活費を確定させちゃいます。一昨日の買い出しの費用を入れたら OK、 11月の最終生活費確定。最終額はじゃん、105,862円。今月も無事に15万円以内に収めることができました。やったぜ。ちなみに食費が4474円しかかかってないのは金シャチマネーのおかげね。ただ金シャチマネーも11月でついに使い果たしちゃったから、12月からは普通に食費も発生するわ。これからは寒くなって電気毛布やら暖房やらで光熱費も上がってくるだろうし、15万円以内に収めるのはギリギリになりそうね。頑張ろう、俺、そして妻。そんな感じで金曜日は終了。今日もお疲れした。土曜日おはざす。さ、今日は通勤時間1時間半、地獄の他事業所ヘルプの日ですわ。なんとか耐え切ろう。いつも通り朝シャンからの髪乾かして、ゴリラフェイスを晒したら人間をやめます。実は昨日人間をやめるのサボっちゃってさ、老化防止のためにも毎日しっかり人間やめなかんわ。でね、人間やめつつ今日のお昼ご飯作っていきます。白米に卵焼き、唐揚げになんか入れたら完成。そして今日のやることリスト作ったら Vlog の編集していきます。先週頑張ったおかげで編集もリアルタイムに追いついててさ、昨日撮影した分を今日には編集できる状態になってんのよね。やっぱ撮影日から近いうちに編集した方が当時の状況とか気持ちとか覚えてて編集しやすいわ。でね、1時間ほど編集したらクソゲーに行ってきます。はい、仕事終了。再び1時間半かけて家帰ります。帰ったらサクッと夜ご飯食べて、のんびり YouTube 見たらすでに時間も遅いし寝ることにしますわ。今日もお疲れ様。日曜日おはようございます。今ね、めちゃくちゃ久しぶりにコンタクトレンズつけてる。っていうのも今日卓球チームの練習に参加するんだけど、メガネだとプレイしてる時にブレるからさ、卓球する時はコンタクトにしてんだよね。いつも通り人間をやめたら卓球行く準備していきます。シューズにラケット、ユニフォーム、そしてこの超お気に入りのリュック。やっぱこいつめちゃくちゃデザインいいな、最高だわ。まあ他人からはおっさんがあんな可愛いリュックしてるわって思われるかもしれんけど、それでもやっぱり自分が好きなもの身につけたいからね。これからもずっとこいつは俺の相棒です。そんじゃ卓球行ってきます。はい、到着しました。今回の練習場所、琵琶島スポーツセンター。そんじゃいざレッツピンポン。
そして卓球でいい汗かいた後はみんなで二郎系ラーメンに来ちゃいました。運動した後のラーメン最高だね。まあ量多すぎてこの日の夕食食べれんかったんだけどね。はい、帰ってきました。いやー、久しぶりの卓球だったから疲れたわ。がっつりラーメンも食べてお腹いっぱいになったことだし、20分だけ昼寝しちゃいます。はい、おはざす。20分どころかがっつり2時間寝ちゃったわ。そのせいでもう夕方、時間もったいね。まあしょうがないから来週分のお米炊いていきます。3合を3回計9合炊いていくわ。まずは最初の1回目をセットして、でね、炊けるまでの間に妻の積み立てNISAを設定していきます。来年1月から